臨床検査センター技師長の山田です。今日は臨床検査センターについてご説明いたします。臨床検査センターは生理検査、病理検査、輸血検査を当院職員が行い、検体検査を第一岸本臨床検査センターに委託しております。当院職員は臨床検査技師14名と病理の助手1名です。第一岸本臨床検査センターラボには新型コロナ拡散増幅検査測定機器が2台あります。検体検査は第一岸本の職員が24時間対応してくださっているため、当院臨床検査技師の当直業務は輸血検査業務のみです。生理検査は心電図、呼吸機能、PWV、呼気一酸化窒素濃度検査をルーチンで行っており、その他の検査は予約制です。予約検査は心臓、腹部、表材、血管等各種超音波検査です。脳波神経検査、血流サーモグラフィー、皮膚組織管流圧等の血流計検査、呼吸機能精密検査、トレッドミル検査、尿素呼気試験検体採取、出血時間なども行っています。病理検査科は常勤1名と出張医1名、技師4名、助手1名です。細胞検査士は現在1名ですが、常勤の山城課長は細胞診指導医であり、検査士が判断に迷ったり悪性と診断した症例は山城課長とチェックをします。細胞検査士を今後増やすことが目標です。当院は地域がん診療連携拠点病院でもあるため、ゲノム解析のための検体処理作業が近年増えてきています。手術中の迅速病理検査、迅速細胞診検査も行っています。輸血検査科は技師3名が在籍し、輸血検査と耳鼻科検査、腹部の検診超音波検査を行っています。認定輸血技師は1名おります。輸血検査は当院の技師が24時間体制で検査を行っており、輸血管理料1を取得しています。新人技師は入職後3ヶ月、7月上旬くらいから当直トレーニングを開始し、中熟度を教育担当者と確認して8月頃から当直業務を開始します。耳鼻科検査は聴覚検査、平衡機能検査、睡眠時無呼吸検査を行っています。当院は苫小牧より西側の胆振地域で唯一入院治療を行っている施設であり、多数の検査を臨床検査技師が行って診療を支えています。病院敷地内にはワンルームの職員宿舎があります。家賃は2万円台と安く、入職直後に生活をするには大変便利です。院内には食堂とセブンイレブンがあります。院内保育所もあり、育児経験のある職員も多いため、さまざまなサポートがあります。出産後も安心して仕事を続けられます。1年目は配属部署で、知識と検査技術の基本を身につけてもらいます。2年目からは上級資格を目指し、今後の職業人生の核となるような業務に挑戦してもらいます。2年目という若いうちから難しい業務に挑戦することは、早くから医療の現実を知ることになり、仕事に対する姿勢にも良い影響が出ると考えています。苦手とされる方の多い電話応対、接遇などの研修も行います。新入職員には定期的に面談を行い、精神面や生活面でもサポートをしていきます。からしっかり指導します。ご安心ください。私たちと日光記念病院で臨床検査技師として一緒に成長していきませんか。見学は常時受け付けております。まずは人事課にご連絡ください。お待ちしております。